緊急取調べ室天海ゆうきら、金取りメンバーがとさとる、真壁ゆき子として過ごせた時間は、本当に宝物9月16日、木曜日に最終回を迎える、緊急取調べ室、テレビ朝日系、あと9.00実04に出演する天海ゆうきらが、クランクアップを迎えた。主演の手組が、可視化設備の整った特別取調べ室で、取調べを行う専門チーム、 緊急事案対応取調べパン、通称、金取りの敏腕取り調べ官、真壁幸子を演じる人気作の第4シーズン、数々の凶悪犯との一進一退の心理戦を描く、解散を7日後に控え、ルキントリが最後に挑むのは、今シーズン最大の黒幕、宮古氏はじめ、大谷良平、伝説の活動家、大国東子、桃のイカオリが起こしたハイジャック事件に端を発する、 正解を巻き込む戦いの真実を、マルラにすべく激闘を展開する。2014年1月期に第1シーズンがスタートして以来、約8年にわたって、鉄壁のチームワークを発揮してきた金鳥。排水の陣で望む、最後の戦いの行方、そして金鳥らしく締めくくる、解散の瞬間を、レギュラー、キャスト陣も鉄壁のチームワークで最後まで熱演した、最終話の放送を目前に、 いつにも増して集中力を高めて撮影に参加するアマミは物語のキーマンとなるデンデンと二人のシーンを取り終えクランクアップ。現場にいる全員から鳴りやまない拍手を送られ、アマミは皆さんと過ごせた時間、マカ幸子として過ごせた時間は本当に宝物になっています。愛される金取りを作っていただけて本当に幸せでしたと挨拶。さらに照明スタッフにはまさに 光の魔術師でしたと声をかけるなど、スタッフ一人一人に心の込めて感謝を伝えた。天海ゆうき、コメント、長い時間を金鳥の中で過ごすことができて、とても幸せに思っています。皆さんと過ごせた時間、真壁ゆき子として過ごせた時間は、本当に宝物になっています。本当にありがとうございました。愛される金鳥を作っていただけて、本当に幸せでした。田中哲司 コメント、無事にクランクアップを迎えられてよかったです。撮影終わってからも、みんなで体調に気をつけて、また元気で会えたら嬉しいです。お疲れ様でした。連々、コメント、活気あふれるスタッフの皆さん、素敵なキャストの皆さんと、最後まで仕事ができたことは、本当に何て言っていいのかな。幸せ者ですね。足掛け8年。 この金取りのメンツでいられたことを誇りに思っています。ありがとうございました。小日向文夫、コメント、お疲れ様でした。楽しい現場でいつも大笑いしながら撮影できて、本当に幸せでした。天美ちゃん、本当にありがとう。いやもう、本当にお疲れ様でした。本当にありがとうございました。